よし。キリト、ユイちゃん、ただいま。パパ、ママ、お帰りなさいです。今回も無事に帰ってきてくれて本当に良かったです。だいぶお疲れみたいですね。今日はこのままここで休みますか？わかりました。ゆっくり休んでください。もうヘトヘトだよ。キリト君、ねえ、ちょっとこっち来てみて。キリト君赤くなっちゃってる。ねえ、今日はキリト君に甘えさせてほしいな。ね、キリト君。あ、もしかしてこれから子供を作るんですか？よく眠れるかと思って。パパ、ママ、子供を作るところだったんですか？だって、パパとママ、キスしそうな感じでした。子供ができるってこの間ママが言ってたじゃないですか。ああ、そうね。確かに私そう教えたんだった。あ、でも SAO の中じゃ子供は作れないんですよね。つまり予行練習ってことですね。無事現実世界に戻ったらいつでも子供が作れるように。ちょっとゆいちゃん、そんな大声で子供を作る言わないで。確かにその通りかも。え？誤解ってどういうことなんですか？ゆいちゃん、ごめんね。実はキスで子供を作るって話、あれ間違ってるの。
その、はっきり言うと、説明するのが恥ずかしいことだからです。子供作りが恥ずかしいことなんですか？でも、生物的には種をつなぐ上でとても大事なことだと思いますけど。難しいんですね。それで結局のところ子供ってどうすれば作れるのか教えてくれないんですか？キリト君ずるい。なんていうか。ゆいちゃんにはまだ早い。だから知らなくていいの。子供だと教えてもらえないんですか。社会的、あるいは責任能力的な問題ですか。なるほど、それなら理解できます。それにゆいはまだパパとママの子供でいたいから聞かないでおきますね。キリト、ちょうどいいわ。私も話を聞きたいところだったの。武器を使える場所がいいわよね。外に出ましょうか。から未発見の状態で射撃すると命中にもダメージにもかなりのボーナスがあるみたい。私に合っている気がする。最初は不安だったけど。ここでいくら考えても机上の空論ね。実用レベルで使えるかはフィールドに出て試してみないと。
了解。やってみるわ。行きましょう。試し撃ち、この辺りがいいんじゃない？見晴らしが良くて狙いやすそうだけど。私でも倒せそうなの？夕食の？って食べるの？じゃあキリト、そこ少し詰めて。高いところの方が狙いやすいし、飛距離も稼げるでしょ。射撃ポイントとしてはこの枝が最適みたいね。ここから狙うわ。ターゲット捕捉。もぞもぞ動かないで。照準がブレる。あと喋らないで、気が散る。大丈夫なわけ。どこ見ながら心配してんのよ。キリト。どうもよ。まったく、そういう肝心なことは早く言って。しかも、これゲームなのよね。服も濡れて透けるとか、なんでそんなところまでリアルなのよ。とんでもない目にあったわ。服が乾くまであんたは私の前にいて振り向かないこと。
んたが初めての実戦相手とはね。謝らなくてもいいわよ。いい訓練になったから。まあ、すばしっこいあんたで練習したから、その後のスキルの検証ははかどってよかったわ。今度は変なことしないでよね。キリコ、見てみろよ、あの子の胸。でっかくてぽよんぽよんで、くーたまんねえな。なんだよその顔は。いいじゃねえか、ちょっとくらい。無慈悲で厳しいハラスメントコード様もこうやって眺めてるだけならお咎めなしだぜ。クラインさんは女性の胸部が好きなんですか？ああ、男ならみんなそうさ。なキリト、お留守番ありがとうね。ただいま、キリト君。ごめんね、遅くなっちゃって。シリカがアクセサリー屋のショーウィンドウに張り付いて離れなかったのよ。食べても太らないしね。そうそう、思う存分食べ放題。違う、人を食い意地が張ってるみたいに言わないでよね。と、ずっとこんな調子でショッピング。一番好きですか？
私がいない間にゆいちゃんに何を教えてたの？クラインさんなら今さっき走って出て行きました。話は見えたわ。どうせクラインが男はみんな胸が好きとかそんな話をしてたんでしょ。すごく言いそうだもの。しょうがないやつね、まったく。一番好きなのでしょう。いいじゃない、答えてあげなさいよ。誰を選んでも恨んだりしないから。別にそんなことないわよ。パパ、迷っているのでしょうか。私はクラインさんやパパがなぜ胸部に興味を惹かれるのか、そしてどんな胸部が好みなのか理解したいんです。次はリズベットさんです。
ました。研究のご協力、感謝します。でも、胸部にもいろいろあるんですね。パパ、私はですね、リーファさんがおすすめです。どうですか？今までの私のレポートから誰が一番か決まりましたか？もうここまで来たら誰が一番か言っちゃいなさいよ。ですか？まあ普通はそうなるわよね。もうやめてよリズ。誰ですか？誰ですか？私のですか？え？それは。なるほど。柔らかい方がいいと思ったんですが、違うんですね。あんたも大変ね。黙ってアスナって言っておけばよかったのに。胸部は奥が深いです。